あの、ピエールさん。私もお手伝いいたしますわ。これでも、多少の魔法なら使えましてよ。心得ましたわ。ピエールさん。前の方にも兵隊さんたちがいますわ。私は、リファニーと申します。両親のもとで魔術師として修行をしていました。私もお手伝いさせていただきますわ。ラーカシアに囚われた両親のことも心配ですし。まあ。 を戦わせるのですか兵法って奥が深いものなのですね相手は女性が司令官のようですね変ですね彼らがこの辺りまで来るなんて私たちのことを好意的に見てくれてはいないようですね大変ですわあら大変ですわティハルト様私 2 3人も将軍がいるんですねみんなお強い方達なのでしょうねまあなんということでしょう早く彼女を助けないとロープが徐々に下がっているいいえアンデッドではありませんわ生命のオーラを感じますからきっとあの者に操られているんですわまあ回復の魔法を だと思ったようですわ。大変、女の子の悲鳴です。魔物の声も聞こえます。まあ、早く会ってみたいですわ。可愛いのでしょうね。私にも触らせてくださいな。<laughs> <laughs> 本当にふかふかですわね。まあ、ふかふかさんもお仲間になって。 それではその剣を使って、帝国やバーラルの兵を追い出すこともできるかもしれませんね。およよどうやって私も手伝いますわ。信じられない。あの巨兵からは、古代遺跡と同じ魔法文明の波動が感じられますわ。そうですわね。私のお父様もお母様も、元気でいてくれると良いのですが。脱出したのが一年前なのに、 随分昔のように感じますわ。そんなことはどうでもよくってよ。私は、早く両親に会いたいだけですの。私も、お父様とお母様の元気な顔が見られて、ほっとしました。大変です。あら敵の数が少ないですわね。大変ですわ。魔物が先回りしています。どうですかハジャの剣は強くなりましたでしょうか そうですわ。私たちも、この目で見ましたもの。あれあの方、帝国が攻めてきたときにお亡くなりになったはずです。でも、生きてらしたんですね。お元気そうで何よりですわ。なんですのこの苦しいまでの魔力は皆さん気をつけてまあ、ピエールったら。<laughs> 何があっても自分だけは大丈夫って言ってたのに。ところで、どうしても彼を倒さなければならないのでしょうかジャキが弱まっていきますわ、まあ。そんな魔術、私には想像もつきませんわ。だけど、よかったですわね。戦争が終わっただけでなく、こうして三つの国が一緒になれるんですもの。リファニー。 私の名前を覚えてくれればいいですの。まだ慣れてないけど、頑張って恩返ししますの。星の力が満ち溢れていきますわ。もしかしたら、あの魔法も。はあさっき、インスピレーションが湧きましたの。これですわ。動かないでくださいます外したら困りますの。 魔法の順番を、間違えたかもしれませんの。読書の邪魔。ドアを閉めてくださいます私、普通の人間に興味はありませんの。あなた、未来人か何かですのもし、二つの月の魔力を混ぜ合わせたら。<laughs> ちょうどいいところにいらっしゃいますのね。 私の新しい魔法、実験台になってくださいます戦闘を怖がったこと、ありませんわ。私、こんな感じですけど、魔法の天才ですの。魔力がある限り、簡単に負けませんのよ。月が綺麗。本もこんなにあって、魔力もどんどん強くなってきますの。 そして何より、あなた様がいて、それだけで生きていけますの。ん私の番ですのもし、世界の平和を取り戻せるなら、私は、私の魔法で、世界のためにもっともっと、美しいものを作りたいですの。暖かい日差しですわ。 体の中の魔力まで、暖かくなってきた感じですの。誰が私の魔法書を、こんなめちゃくちゃに、絶対許しませんの一晩かけても、あの術式は解けませんでした。実は、それほど才能があるわけではないのかしら。母上が、女の子は、 愛する人の傷つけた翼を休ませる枝になるって。ああ体の中の魔法が乱されましたの。あ、ああ前もこのような感じですのなんか違うような。<laughs> 体の中の魔力がどんどん湧いてくるみたい。いい感じですの。あなたの体から力が伝わってくる。 そう感じていますの。あなたが存在してるから、私はきっと、世界で一番、幸せな魔法使いですの。魔法に集中してる時に、近寄らないでくださいますやめてください魔力が暴走しますのこんなの危ないですわあなたのことですの。本当に嬉しいですの。次はいつ来るんですか また新しい魔法を見てあげますの。